新コーナー現役大学生に聞いてみた本当のところはどうなんだのお時間になりました、スタジオと中継がつながっております。スタジオのしだらさん。はい、こちらスタジオのしだらです。こちら多くの不安と心配を抱えた新1年生が少しでも楽に入学式を迎えられるように設けられた大学生にぶっちゃけ話を聞きまくる新コーナーとなっております。非常に興味深いコーナーですね。記念すべき第1回の大学生はどこの方なんですか？はい、こちら池袋と新座にキャンパスを構える立教大学の学生さんたちにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。経学部3年の荻です。文学部2年のくーちゃんです。法学部2年の沖田です。はい、お三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は事前に質問を新1年生から募集いたしまして、その中から厳選した質問にお答えいただきたいと思います。まず早速1点目の質問に行きたいと思います。はい、ざっくりと履修登録について教えてくださいとのことです。そうですね、やっぱ高校と違って大学って自分が好きな授業とかを自分で好きな時間に入れられるので、なんかそれの登録をしないといけないですね。まあでも、まあ、そのやり方は、まあ、履修要項とか自分で見たり、まあ、サークルの先輩とかに聞いてみたりしてみるのがいいんじゃないですかね。レフトタイプがね。そうですよね。協力プレイ、はい、結構サバサバしたお三方でございますね。そうですね。じゃあ2つ目の質問に参りましょう。オンライン授業の大変さって何ですか？そうだね、やっぱね、オンラインあらでが発生してしまうことですかね。どういうと？やっぱ Zoom のフリーズ。ありましたね。そう、なんかね、そうだね、なんかオンラインでならではのなんか問題が発生してしまうっていうのは結構あったかな。やっぱ自分がこう Zoom で話しててやっぱ対面と比べてみんなの反応がよく分かりづらいから。そうなんですよ。なんか寂しい、すごい、なんか一方的に話してて何も反応返ってこないみたいな。そう、それがちょっと寂しいっていうね、大変な部分がありましたね。やっぱりずっと家で授業を受けるので友達と直接会って授業を受けられないっていうのがすごく寂しかったです。いや寂しいよね。でもね、オンラインね、だらけちゃうよね。だらけますよね。なんか自己管理が大変みたいなね。そうなんですよ。特にオンデマンド授業だと特に止めちゃうみたいな。あ、いたいたいた、ちょっと待ってる人、うん、見えますね。そう、自己管理大変ですね。なるほど。新年度はですね、オンラインとオフラインの双方でハイブリッド式という形式が予想されますので、両方に慣れておく必要がありそうですね。はい、では次の質問に参りましょう。英語のクラス分けテストがあると聞きました。英語のクラス分けテスト、どんなテスト、どんなクラス、どんなテスト。不安ですよね。1年生は必ずそのテストを受けるんですけど、その内容はその TOEIC のリスニングとリーディングのテスト でそのテストの結果によって3種類1年間の英語のクラスが決まります。うん、なんか3種類っていうのはリーディングライティングに特化したクラスとディスカッションをするクラス、それからもう一つ e ラーニングって言って自分でパソコンとかスマホとかで学習できるクラスがあってね。でなんかそのさっきのテストでいい点数を取ると上級英語っていうリーディングライティングプレゼンテーション、まあ、そういうの総合的に学習できるクラスっていうのに入れます。まあ、ただ、まあ、それは春の話 で秋になるとさっき言ったディスカッションのクラスがディベートになったよね。それから e ラーニングの授業がプレゼンテーションの授業になったりして。あー、なるほど。私は上級英語です。おー、ちょっと上級英語に入ると上級英語とディスカッションの授業しか取らなくていいので、まあそれは楽っちゃ楽ですね。うん、入学前からいろいろ勉強しておく必要がありそうですね。そうですね。では本日最後の質問に参りましょう。皆さん気になっている質問でしょう。友達が作れるか不安です。どうすればいいですか？自分がすごいおすすめしてるのは、まあ、大人数のサークルに入ってしまうっていうことですね。間違いない。うん、大人数のサークルっていうのは、まあ、それなりに組織がしっかりしているので、まあ、しっかりした人が多いっていう僕は印象を受けています。で、あと、ま
まあ、大人数っていうだけあって、まあ、自分の気の合う人がいる可能性が高いっていうことがあるので、そうですね、大人数のサークルはすごいおすすめですね。あと公認サークルに入るっていうのも、まあ、おすすめかなって思います。大学には公認非公認ってあって、うん、やっぱ公認だとなんかね、施設、大学の施設を使わせてもらえたりとか、そういう、まあ、優遇される部分が少しあるかなって思うのでいいかなと思います。確かに。なるほど。ではおすすめのサークルなどはありますか？それはもちろん僕が代表を務める立教大学公認アカペラサークル失礼いたしました。画面が乱れてしまいました。あ、速報です。立教大学公認アカペラサークル江戸紫の非公開動画を独占入手いたしました。どうぞご覧ください。感動する動画でしたね。立教大学へ入学される新1年生の方々はぜひアカペラサークル江戸紫へ青春しに行きましょう。はい、本日も江戸ニュースの終わりの時間がやってまいりましたね。次回の放送もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。